YouTube の皆さん、岡田ヒロです。俺今ですね、 JR 中央本線初刈駅に到着いたしました。ここ初刈駅はなんですけど、ここもですね、実は俺前から行きたかった駅なんですけど、実はここ初刈駅は元スイッチバックの駅だったんですね。今でもこうスイッチバックの面影があるとのことで、まあ今なんか不定期ながらなんか貨物列車がこのかつてスイッチバックしていたこの線路になんか停車、なんか時間停車するんで、この元ホームになった線路に入線することがあるとのことなんですね。まあ、小さな駅舎で結構なかなか風格のある簡素な駅舎ですね。なかなか立派でいい駅ですね。で、小さな山あいの駅なんですけども、駅前はですねこんな感じになってますね。なんか大和屋旅館があって、これが一応駅前通りになってるんですかね。ここもかつて昭和の頃は栄えていたかもしれないですよね。で、そして駅前なんですけど、これ駅前、これ月詰駐車場になってるんですね。車で来る方はちょっとこれ気をつけてほしいですね。できれば電車で来ることをお勧めしたいですね。これが駅前になってるんですけど、今ちょうどですね、なんか保線車が動いてて、これ訓練やってるんですかね。あー、なんか保線車が今訓練してるんですかね。あ、ちょっと危なそうなんで、これ以上近寄らない方がいいですね。ちょ、交差周知になっちゃうんで、ここから撮るか。あー、すごいな。あー、保線車が今ちょうど動いてんだ、すげえ。すげえ、保線車だ、すげえ。ホームから保線車ちょっと見てみるか。ちょっとこの先は私有地なんで、ちょっとやめよう。とりあえずホームから一応保線車見るか。それでは駅舎の中ちょっと見ていきますか。あー、駅舎の中こんな風になってるんだ。あと、そうですね、ここもかつては駅員による直営の駅だったんですけど、この通り無人化されてますね。はい、で、このこれが一応近距離切符ですね、なってるんですけど、あー、こうタッチパネル式の券売機、最近まであったのがもう証明書発行機になってますね。あ、この、あ、灰皿なんてあったんだ、ここ。まあ、灰皿置いちゃうと、まあ、火事のもとになりますよね。あ、で、この駅はどうやら大月駅が管理してるようですね。で、駅舎内は一応こんな風になってて、時計もあって、IC カードの、タッチの時期ですかね。そういうのがあって、あ、すごいな、こんな風になってんだ。高川山って書いてありますね。あー、高川山か。あ、ここ高川山の登山口の駅にもなってるんですね。あー、なるほど、いいですね。こう高川山の、そうなんですよね、実はここ初刈駅は高川山の登山口になっているとのことで、これ登山届が置いてあるんですね。そうですよね、万が一も備えますとはいけませんし、登山届ごと入山記入はですね、ここから出していただけるといいかなと思いますね。一応こんな感じになってるんですよね。あー、で、一応これが発車時刻表になってまして、あー、この辺り結構1時間に1、2本ぐらい、結構多いですね。なんか信濃鉄道とか、なんか日光線並みの本数ですよね。意外と多いような気がしますね。
で、そしてこっちへ、でこちら駅前にはこれ花田院っていう診療所がありますね。あ、保線車が動き出しましたね。わあ、すげえ、保線車動き出してる。こっちからちょっとじっくり映そう。あー、いいね、保線車。おお、すげえ。よし。あ、でこれが廿日駅の周辺案内所ですね。こんな風になってんだ。すごいですね、保線車が今動いてたんですけど、こう保線庫を兼ねてるんですかね。あ、いやー、これ保線車が好きな人にたまらないですね。保線車ってディーゼルエンジンで動いてるの、すごいんだね。まあでも、この先はちょっと私有地なんで、これ以上ちょっと進めないですね。まあ、じっくり映しときますんで、いや、いいですね。いや、これ、保線車といえば、猫族さんのチャンネルでありましたよね。いや、猫族さん、どうですかね、この保線車なんですけど、結構かっこいいですよね。これ、いわゆるマルチプルタイタンパーなんですけど、これ今、なんか、ちゃんと起動するかどうかの訓練してるんですかね。ちょっと出荷仕事は分かりませんけど、いや、保線車が好きな人におすすめしたいですね。いや、保線車に会える駅か。なるほど。まあ、そうですよね、もともとここスイッチバックの駅だったんですよね。で、なんか一般の旅客列車のホームが高いところに移設して、で、この使われなくなった線路、使われなくなった線路が、そうですね、駅舎を出ると構内踏切なんですね。ああ、保線車が遠くに見えまして、いいですね。そうですね、なんか聞いた話だと、なんかこの辺りに、あれ、どっちに駅のホームあったんだっけ。なんかここにかつて、なんかホームが、この線路が結構あるんですけど、ここにかつて旅客列車専用のなんかホームが、ここになんかかつてあったとのことなんですね。今、保線車の、まあ、これ保線区を兼ねてるみたいで、こう保線車の車庫とか、あとは不定期なんですけども、なんか貨物列車のなんか停車場として、ここでなんか時間調整で停車する貨物列車もなんか不定期ながらあるみたいなんですよね。ここ構内踏切結構長いですよね。ああ、構内通行禁止か。まあ確かにそうですよね。それにしてもね、駅構内広いですよね。かつて昭和の頃は、ここを SL が発着していたんですかね。かつてここを SL が発着していた頃は、相当栄えていたかもしれないですよね。で、保線車にも会えるし、保線の中資材置き場にもなってて、すごいな、ここ。いやー、これ保線車が好きな人とか、特に猫族さんにはこれおすすめしたいですよね。すごいね。ここにかつてホームがあって、こう、スイッチバックしてたんですよね。で、旅客列車は、スイッチバックするときは、この向こうまでバックしてから、こう、上を通ってるこの本線使って行ったと思うんですよね。俺、廿日駅、ちょっと初めてなんですけど、これ、スイッチバック時代は、これ、スイッチバック時代の頃、これホームはどういう構造になっていたのか知ってる人いたら教えてほしいですね。これ島式1面2線だったんですかね。で、あと、そう、この
この初刈駅のスイッチバックはこれなんかオバステとか日本木みたいな通過可能型のスイッチバックなんですね。あーなんか入れ替え信号機がありますね。スイッチバック時代の頃の名残なのか、あとは貨物列車がこう発着するためのこう入れ替え信号になってるんですかね。あーでも架線も引かれてますし現役で使われてるってことが分かりますよね。あー補正員お忙し大変そうですね。動くかどうか組んだ点検したりしてるんでしょうか。あとこれさ日本一長い構内踏切ってここじゃないんですかね。なんか長いですよね構内踏切で。構内踏切で普通1線から2線ですけど3線もあるだなんてね珍しいですよこれ。多分日本一長い構内踏切はここだけだと思うんですよね。あーどんな電車来っかな。おお在来の3号さんやった。おお在来の3号さんすげえ。やったまた3号さんに会えて嬉しいな。いやーこりゃシンカリオンで人気ありますよねそりゃ。まあ、そうですよね。中央線って東京から名古屋を結ぶ大動脈鉄道ですからね。あーこれすげえ。これ信号を切り替えるための分岐器だすげえ。分岐器信号だすげえ。あーすごいなこれできるんだ。あでもやめた方がいいよな。こんなのやったら違反になるしね。いやーこれは気になりますね。いや補選車にも会えるっていいですよね。多分ね現役時代はここにかつてホームがあったんですよね。でなんか合理化に伴って合理化と車両の近代化とかそう進化にそう車両の進化機能の進化に伴ってそのホームをなんかこっちにこう今現在の本線側の方に移してここはもう使われなくなったのは使われなくなったんですけどなんか不定期ながら貨物列車がここを停車するためになんか使われるんですよね。あ、こちらも入れ替え信号機ありますね。まだ稼働してるみたいですよこれ。すごいなこれ。いやーこれさマジでおすすめしたいよな。でも駅前はちょっと車止めるスペースがまほとんどないんでこれ電車で来ることをお勧めしたいですね。いやー汚染車に会えるなんて嬉しいよマジで。すごいな、こんなに広々としてる人はすごいよね、これ。だってここ、どうなる？すごい広々してるよ、これ。すごいよ、マジこれ。いや、現役時代はね、ここ SL がこう行ったり来たり、SL がここをね、スイッチバックでここを取ってたんすかね。あと、この初刈駅がスイッチバック現役の頃の当時について、この駅構造についてちょっと知ってる人いたら教えてほしいですよね。ホームはこれ島式一面二線だったんですかね。はい、それではですね、ちょっと尺の都合で一旦カットして、次は初刈駅のホームを現地レポート行ってみたいと思います。尺の都合でカットしたいと思います。それでは。